はい、どうもことです。今回はね、ヨルシカのパレードの解説をしていきます。チューニングはレギュラーチューニングの、BPM が110ですね。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあ一回イントロを弾いてみます。はい、じゃあタブ譜出しながらちょっと一回ゆっくり弾いてみます。はい、最初に4弦の開放を弾いて、で次ハンマリングして、でスライドですね、でつないでます。で2弦の10フレットを中指で弾いて、でここもなるべくスライドでつないだ方が雰囲気出ます。このフレーズがこの楽曲の顔になってるんで、まあ、ここだけしっかり練習すれば大丈夫だと思います。はい、じゃあ次いきます。基本的にエレキパートやっていきます。次 A メロにブリッジミュートが入ってきます。はい、ここはもうシンプルです。パワーコードの、ルートの音が6弦の3フレット、5フレット、7フレット、1音ずつ上昇してます。で、途中でここの半音下がりの6フレットが入ります。それの繰り返しでいけます。はい、じゃあ次は B メロのアルペジオですかね。ちょっと一回弾いてみます。はい、結構綺麗なアルペジオなんで、僕結構このペダルトーンだけ移動するアルペジオ僕も結構好きなんで、弾いてて気持ちいいですね。はい、じゃあ一回ゆっくり弾いてみます。はい、ここなんですけども、人差し指と薬指で、ここの3弦2フレットと2弦の3フレット、ここはずっと固定です。で、あと中指でルートの音を移動させていく感じですね。で、ここがちょっと抑えにくいんですけども、5弦の2フレットです。
で、でもう一周。ここも一緒ですね。ドゥルルって入って、まあ、最後、一弦開放でも大丈夫です。結構この人差し指当たっちゃうんでこっちでやってるんですけど、まあ、しっかり指立てればいい話なんですけどね。まあ、できる人は一弦開放の方が響き的には綺麗だと思います。はい、じゃあ B メロはこんな感じで終わります。でサビなんですけども、イントロのフレーズがそのままごっそり入ってるんで、まあ、解説はなしでいこうかなと思ってます。はい、じゃあ今回こんな感じで終わります。結構サクッとした動画になるかもしれないですけど、はい、じゃあまた概要欄に SNS の URL と、よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた。